皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク企画5日目、今日も荒川です。いやー、本当に帰ろうと思ってたんですよ。あの時はどうせ帰りの運転で眠くなって途中仮眠するだろうし、でレッドブル飲んで運転し始めたらバッキバキに目が覚めちゃって、全然仮眠しないでこっちまでたどり着いて、で荒川見たらなんだか元気になっちゃって、時間的にもちょうど夕間めいい時間だなと思ったから降りてきたんですけど、毎日同じとこによく通うなって思うじゃないですか。ただやってるとここで撮りたいっていう場所が出てくるもんなんですよ。それがここの背落ちっていうだけで、水もだいぶ落ちたから出るといいんだけど、でももう4日間ずっとニジマスにやられてますからね。でも今日川で声がすごい疲れてますけど大丈夫ですかって言われたんですよね。やばいかな、声が疲れてるって言ってもなんか普段からだるい声だしだるい喋り方だし、いつも通りだろ。あー、20センチぐらい落ちたな。あそこにある頭が白いし、昨日まで頭乾いてなかったんですよ。もうここにざっと見ただけでもがっつり落ちましたよね。こういう時っていいんじゃないんですか、どうですか。じゃあ何が出るかな。いい水だな、色といい量といい。もう今日この夕方で出なかったらこの連休はダメかな、出る気がしない。ここなんですよ、ここで迎え撃って戻りを取りたい。じゃなきゃ何日も同じ場所に通うわけがないじゃないですか。あー、にじますか。間違いなきゃ山だと思ったのにな、当たった瞬間。にじますもあんなカツオなんて当たるんだ。潜るな。いや、もしかして来た。このサイズのヤマメはないわ。ああ、ニジマスだ。振って振っといし、ヒレピンだし、ライン巻かれちゃったし、ヤマメだと思うじゃんかよ。すげえ、体だけ見るともろに戻りに見えるんだけど、うん、でも楽しかった。水がずっと高かったじゃないですか。で、水が上がったもんだからニジマスは特に下がると思うんですけど、下のキャッチの緩いところ、水深のあるところに一回
落ちたと思うんですよね。でここでまたガクッと水が下がったから、キャッチから1個目の居心地が良さそうなところってここなんですよ。多分ここまだいっぱいついてると思いますよ。でここで散々追っかけ回されて嫌になると、上に登って初日いっぱい釣れたところまで移動すると思うんですけど、それに刺激されてヤマメも一緒に登ってきてればいいんですけどね。ということはあの60センチクラスのも一回落ちてここ溜まってるかな。なんだろう、追い川かな。ずっと突っついて回ってる。時期的に追い川だろうな。荒川も追い川がいなくなっちゃったかと思ったけど復活したのかな。なんだろう、あのちょこ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 当たってる魚の正体知りたいな。ハヤかな、追い川かな。多分針が大きいから乗らないだろうな。正体がやっと分かった。ハヤだ、ハヤ。やっぱり荒川で釣りしてるのが釣れても釣れなくても一番落ち着くな。あ、バレた。今日は本当よく竿振ったよ。もうそろそろ日が暮れる。あと10分だな、山に日が落ちるのが。ゴールデンウィーク企画もあと残りが2日ですけど、残りの2日は荒川でやって締めたいと思います。